僕は一人の老人に伴われてふらりと町へ出た。お嬢さん。老人はラーメン歴40年。これから僕にラーメンの正しい食べ方を伝授してくれるのだという。おちちち。先生、最初はスープからでしょうか、それとも麺からでしょうか。最初はまずラーメンをよく見ます。丼分の全容をラーメンの湯気を吸い込みながらしみじみ鑑賞してください。スープの表面にキラキラと浮かぶ無数の油の玉、油に濡れて光るシナチク、早くもコロコロと湿り始めた海苔、浮きつ沈みつしている輪切りのネギたち、そして何よりもこれらの具の主役でありながらひっそりと控えめにその身を沈めている三枚の焼き豚。さて、ではまず箸の先でですね、ラーメンの表面を鳴らすというか撫でるというか、そういう動作をしてください。これはどういう意味でしょう。ラーメンに対する愛情の表現です。次に箸の先を焼き豚の方に向けてください。ははあ、いきなり焼き豚から食べるわけですか。いやいや、この段階では触るだけです。箸の先で焼き豚を愛おしむように続き、おもむろにつまみ上げ、丼右上方の位置に沈ませ加減に安置するのです。そしてこれが大切なところですが、この時心の中でわびるがごとくつぶやいてほしいのです。分かった。